60年前ゴジラが我が国に上陸。その体高50メートルにも及ぶ怪獣という名の災害は都心を壊滅状態に追い込みました。記録として残されている生態は以上ですが、不明な点も多く、秘められた能力を持つ可能性は否定できません。この時ゴジラは芹沢博士の命と引き換えに海中へ葬り去られました。多くの尊い犠牲を出した惨事でしたが、代わりに人類は2つのものを得ます。一つは G エナジーです。ゴジラの生体エネルギーを研究解明し人類のために応用した非常に強力なものです。現在ではこの G エナジーなしでは文明を維持することすら難しいでしょう。もう一つは G フォースです。万が一ゴジラ及びそれに類する脅威が現れた場合、これらを排除する組織です。災害のレベルに応じた活動を行います。強力な反応、水面下より姿を現します。これがゴジラ。記録に残されているものとどう答えかは不明です。ゴジラは何を狙って、まさかジェネレーター。 G エナジーのジェネレーターがあるこのエリアへの上陸もそれなら説明できる。もともと奴の研究から生まれたものです。奴にとっては格好の餌なのかもしれません。もしくはゴジラにとっては同族嫌悪なのかもしれません。ゴジラが生まれたきっかけも、失礼しました。いいのです。今はあらゆる可能性を考慮しなければ。災害レベル1を閣議決定します。我が国を守るのです。これよりレベル1対応に入ります。ジェネレーターの出力はゼロになりました。ゴジラ上陸時よりも大きくなっています。吸収した純度の高いエネルギーが成長を促進しているのでは。やはり餌場を求めての上陸と考えられそうです。なんてやつ。けれど60年間の飢えはこの程度で癒されるとは思えません。ゴジラは何かを感じ取っているようです。次の餌場を探しているのでしょうか。未曾有の危機ね。国民の動揺により政権交代とならなければいいのですが、今の政界に私以上に厳しい判断ができる者が他にいるとは。エリア内にゴジラ侵入。やはりジェネレーターが狙いのようです。餌を与え少し叱ってやれば帰って行くだろう。我が家のワンちゃんも同じでね。ゴジラ進行を開始しました。進行ルートは予想通りです。ゴジラとて我々地球の仲間だ。手荒な真似はしたくない。正体不明の反応、姿を現します。そんなゴジラ以外にも怪獣が。この地球はどうなっているの。巨大怪獣、沈黙しました。
敵を倒したゴジラはやはり狙いをジェネレーターに移すのでしょうか。ゴジラ来ます。私がしっかりしないと。災害レベルは上げたくないものだ。激しい争いは我々にも多くの傷跡を残す。作戦失敗。どうして分かってくれないんだ。エリア内に反応。ゴジラです。こんなところまで侵入を許すとは。マニュアル通りを批判する者もいるが、なぜマニュアルが存在すると思うのだね。災害レベルを1段階上げよう。災害レベル2に設定。新たな兵器を投入します。総員対応する攻撃フェーズへ移行してください。当エリアのジェネレーターは全て破壊されました。当エリアゴジラにより壊滅。国民への謝罪。ああ、マニュアル通りにやるよ。エリア内に反応。ゴジラです。私たちはゴジラを止められるのでしょうか。歴史に名を残す必要などない。キングギドラ、沈黙しました。敵を倒して満足してくれればよいのですが、やはりジェネレーターが目的でしょうね。エリア内に反応。ゴジラです。マニュアルを超えた例外なのかもしれぬ。ゴジラという存在は、我々はこれよりゴジラとの総力戦に入ります。スーパー X2 による連携攻撃を仕掛けます。スーパー X 到着しました。到着しました。災害レベルを1段階上げよう。災害レベル3に設定。フルメタルミサイル使用制限解除。総員対応する攻撃フェーズへ移行してください。目標確認。これより攻撃に移る。当エリアのジェネレーターは全て破壊されました。ゴジラの生存を確認。我が部隊は壊滅。常識を超えた采配は私には無理だ。ゴジラのデータ収集が間に合ってさえいれば、人類にはまだ切り札が残されているのに。ゴジラに異変。何があったの。ゴジラの体内温度が急激に上昇しています。おそらく短期間での G エナジーの過剰摂取により体組織が不安定化したものと推測されます。このまま上昇を続けると
Gエナジー爆発は免れません。この爆発は大気圏まで影響を及ぼし、地球規模の大災害を引き起こします。また爆発の際にゴジラより放出される高濃度の G エナジーは世界中に撒き散らされ、計り知れないほどの影響を人体や自然界に与えると思われます。何としても爆発だけは阻止しなければならないということね。でもどうすれば。冷却するというのは。冷却？はい、 G フォースの有する全冷凍兵器によって凍結させるのです。一時的にでもゴジラの体温を下げることができれば。反応を抑えられるということ？確かに理にはかなってはいますが、翔さんは。少なくとも試す価値はあると思います。問題は今までの戦闘で主要な兵器は破損し、本来のパフォーマンスを発揮できるか未知数であること。またゴジラを凍結させられたとしてもその後どうするか。少々の無理は承知の上です。今は爆発を止めることに専念しましょう。災害レベル最大を閣議決定します。もはや全人類の危機。わかりました。 G フォース全部隊へ通達。今できる最善の手は打った。あとは運を天に任せるのみ。冷凍兵器使用制限解除。ゴジラを冷却し熱性エネルギーを減少させます。スーパー X3 到着しました。現れました。まさかゴジラがもう一体。巨大怪獣沈黙しました。ゴジラ怪獣を排除。依然体温は上昇を続けています。いつ爆発しても不思議ではありません。 G フォース全部隊配置完了しています。時間が惜しいわ。攻撃開始。全部隊攻撃開始。ゴジラの体温低下効いています。よし、このまま攻撃の手を緩めないで。この状態を保つ限り爆発を起こすことはありません。最悪の状況は回避できましたね。あとはゴジラに巨大な冷凍庫を用意してあげるだけです。メカゴジラ北極海へ到達しました。ゴジラの温度、メカゴジラとの固定ともに問題ありません。これより海底のポイントに向け降下します。はい、ゴジラ兵器としての仕事を全うした。ゴジラおよびメカゴジラ海中を降下中。ゴジラの生体反応感知できなくなりました。総理、ミッション完了です。私は問題の先送りをしました。見えないところに押し合ってなかったことにした。60年分の人類のカルマを氷漬けにし海に投棄したにすぎません。それでも私は総理に感謝します。人類の歴史なんてそんなものでしょう。ありがとう。その言葉救われます。それに総理にはまだまだやることがありますから。
G エナジーがなく安全、しかも文明的な社会への復興か。ゴジラ以上の難題かもしれません。